さて、今日はですね、行動できない人が行動できない一つの仮説というテーマでお話ししたいと思います。まあ、あの、データをね、取ったわけじゃないので仮説という、まあ、言い方をさせていただいておりますが、これはもうね、えー、結論だと思っていただいて大丈夫だと思います。行動できない人がなぜ行動できないのか、えー、それについての結論でございます。えっ、ー、と、これ何かっていうとですね、先日ですね、えー、おとといかな、えー、僕がですね、月に二度、えー、僕のお友達や仕事でお世話になっている方を自宅にお招きして、 お酒を飲みながら今やってることやこれからやることをですね、あれやこれやと話すスナック西野というですね、YouTube の有料チャンネルのゲストにですね、高須光之さんが来てくださったんですね。で、高須さんが何者かなんてもう説明するまでもありませんが、えっと、もうね、超超超売れっ子の放送作家さんで、えっと、ダウンタウンさんの幼馴染みですね、もう二人三脚でずっとやってこられた方なんですけども、で、僕の中でのもう高須さんっていうのは、もう生まれ変わって、 ってなりたい人の、もうベスト3にも確実に入っていて、もう死の助師匠とか高橋さんとかもそのベスト3に確実に入っていて、もうね、面白いやらかっこいいやら、とんでもない人で、とにかくですね、高橋さんの人柄も好きだし、やっぱりね、高橋さんが仕掛けることが、もうね、うわーやられたとか、うわーうまいこと考えたなぁの連続で、もう包み隠さずに言うと僕は、高橋さんに憧れてるんですね。 で、えー、そんな高須さんとはですね、年に一度ぐらいのペースで、最近どんなことやってるのっていう感じで、お互いの懐をですね、交換する席を、えー、まあ、設けていただいているんですけども、先日の収録でもそんな話になりました。で、放送はね、再来週ぐらいかな、だと思うので、ぜひね、お楽しみにしていただきたいんですけれども、その収録の席でね、ポロッと飛び出した、あの、二人揃って、うわ、本当そうだよなって、妙に納得してしまった、 言葉があったんです。別にこれ前々から用意していた言葉ではなくて、なんか話の中でポロッと出た言葉なんですけども、それがどんな言葉かっていうと、冷静になったら負けっていう言葉なんですけども。<laughs> あのー、これほんとその通りで、例えばね、高橋さんってもう天才だからさ、面白いアイデアを次から次へと思いつくんですね。 いや、天才っていう安い言葉で片付けちゃダメですね。元い、えっと、もう四六時中考えてるから、面白いアイディアを次から次へと思いついちゃうんですね。でも、高須さんの体は一つしかないじゃないですか。もちろん高須さんのスターさんもいらっしゃいますが、それでもですね、形に、えー、する形にしていくアイディアの優先順位みたいなものは確実にあると。 で、上から順に、順にこう形にしていくんだけれども、その間もですね、次から次へとアイディアが思いついちゃう。そうするとですね、形にされないアイディアが少しずつ少しずつこう蓄積していくらしいんですね。で、そこで、えっ、ー、と、数ヶ月間寝かすことに結果的になってしまった、えー、そのアイディアを改めて見てみると、なんかこれ、やっぱ違うんかなって思うんですって。 よくよく考えてみたら、これは、まあ、やらない方がいいのかもなーってなるんですって。そこでね、冷静になったら負けっていう言葉が飛び出てきたわけですが、あのー、僕らが生み出すアイディアや、あるいはですね、身の周りにあるような挑戦ってね、もうよくよく考えてしまったら、やっぱりやめておこうっていう結論になりませんあの、僕ね、飛行機買ったんですよ。あの、皆さんが想像しているような、あの、 個人のあのジェットみたいな感じで、あのー、旅客機買ったんですよ。で、今、えっ、ー、と、スリランカにあったですね、ついにですね、日本に運ぶ準備が整いまして、えー、これから日本に運んで、えっ、ー、とー、飛行機をですね、館内にぶち込んだホテルを作ろうかと思ってるんですけども、あのー、飛行機を館内にぶち込んだホテルなんて、冷静に考えたら、ぜっ 絶対にやらななななないいいい方がいいじゃないでですすか。まあ、そんんこと言うなよって話なんですけど、お前が言い出したんやろって話なんですけど、でもこれ冷静に考えたらやらない方が良くないですかだってその、お金いくらかかるんだよって話だし、いやお前どうやって運用していくんだよっていう話だし、でもそもそも飛行機のホテル、泊まれる格納庫みたいなもんに需要あるのかよって話じゃないですか。こんなの酔っ払ってる時しか進まない話だと思うんですね。白フの状態で会議をしたら、もう満場一致でやめましょうってなるんですよ。 で振り返ってみると、えっ、ー、と、テレビの世界から飛び出してね、えっ、ー、と、絵本作家になろうって言った時もそうですよ。僕ね、あのー、ご存知ないかもしれませんが、テレビタレントとして僕死ぬほど売れてたんで、あのー、冷静に考えたらですね、やめない方がいいっていう結論になっちゃうんですよ。むっちゃ売れてたんですよ、僕そういえば。25歳の時にゴールデンタイムで、カムリ番組待ってて20%パーとか撮ってて、そんなやつ、テレビやめない方がいいじゃないですか。 今、あの、海外にこうブ、イブイ仕掛けてますが、これだってね、冷静に考えてしまったら、土地勘もないし、つてもないし、やめておこうってなっちゃうんですよ。高須さんもきっとそんなことがたくさんあったと思うんですが、まあ、要するにですね、冷静になる前に動かないと動けないんですよ。ポイントはですね、僕もそうですが、あの、行動お化けの高須さんでさえ、冷静になってしまったら行動できないって言ってんですね。 行動力とは何かこれはもちろんですね。行動する力のことだと思うんですけども、もう少し解像度を上げると、制限時間内、要するに冷静になるまでに半歩だけ踏み出す力のことで、行動する上で熟考するっていうのは一番の敵かもしれない。なぜなら制限時間があるから。熟考するのは声を上げてからで、とにかく冷静になるまでに踏み出さないと一生踏み出せないよねっていうのが今日の結論でございます。計画が穴だらけの間、あるいは勘違いしている間にゴーでございます。